こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は、42式総合太極拳の詳細動画解説になります。ぜひご覧ください。ジョアシュン・バイレンの説明をいたします。トイブ・クワグーから、左の足を着地します。右方向に回転していきましょう。およそ東方向を見た後、右の足をバイバイトイ、両手で右の足の甲、外側を叩きます。トイブ・クワグーから、左足着地。およそ反対側を向きます。左の足を突き、およそ東方向を見ましょう。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。また、私の著書、DVD、太極拳教室もよろしくお願いいたします。